でとうございます。なんて言わなきゃね。よしくん、まみちゃん、おめでとう。イエーイ。行司、なみ、結婚おめでとうございます。末永くお幸せに。この感じだった。行司、なみさん、結婚おめでとうございます。今日はのぶさん。え、あいつ誰？行司さん、おめでとう。行司、結婚おめでとうございます。なみと、ぶんちゃんとおめでとうございます。行司、なみちゃん、結婚おめでとうございます。行司くん、なみちゃん、結婚おめでとう。行司、なみちゃん、ご結婚おめでとうございます。末永くお幸せに。またね。よし、ナミ、おめでとう。あ、お前あれ、よし、ナミ、お幸せに。行司くん、ナミさん、この度はご結婚、誠におめでとうございます。何か困ることがあればまた相談してもらえればと思います。それではお幸せに。行司、ナミさん、結婚おめでとうございます。末永くお幸せになってください。行司くん、ナミちゃん、ご結婚おめでとうございます。二人で楽しい家庭を築いてください。行司、なみちゃん、今日は結婚式を迎えられて皆様に祝っていただき良かったですね。おめでとう。あ、泣きそうになっちゃった。ごめん。大丈夫です。ちょっと待って。全然大丈夫です。一番心配なのはお天気です。行司は大事な時に、大事な行事がいつも大雨でしたね。今日は晴れていることを願っています。行司は小さい頃から意志が強く、言い出したことは最後までやり遂げましたね。ほとんど怒ることもなく育ちましたが、小学生の時一度、言うことを聞けないなら出て行きなさいと言ったことがありました。するとはいと言ってすぐに出て行きました。慌ててすぐに追いかけ連れ戻しましたが、あの時どこに行くつもりだったのかなと今でも思い出します。その意志の強さで中学生からの夢を叶え、美容師の道に進みましたね。一番の宝物です。これからは家族を大事に、また初心を忘れずに、お客様に接してください。できる限り応援します。幸せになってね、母より。